象のアンドロメダが難しいっていうので、とりあえず攻略してみました。条件は1ページのみ。攻略して随分経ってるので結構強くなってしまってるけどアイテムは使いません。ここって情報なしでその日のうちにさっさと攻略したので、記録が残ってないんだよね。まあここまで来れるみんなはこれくらい育ってるでしょ。ね。ムートは時間を短くするために入れたんだけど、時間をかけてもいいのならなしでも攻略できます。では行きましょうか。基本的にはお金があれば大丈夫なので、ステージ幅を確認しつつ準備をします。殺意のワンコに対して有効なキャラはいないので、地蔵を持ってたらラーメンの代わりに使いましょう。地蔵がいれば大きく編成を変えられるのですが、持ってないものはしょうがありません。私はラーメンとカメラマンを駆使して殺意のワンコに対処します。サテライトは有効ですが第3章の最後だとお宝の発動条件は同じ、強さは微妙になります。さて、いいほど溜まってきましたが出しすぎには注意。一応敵の白付近で押し合いをするので順次キャラが到着するように配慮します。なかなかいい感じにお金が溜まってきましたが、もうちょっと欲しいかな。ではこれから前に進みます。まだガブリエルが残ってたんだね。できればこのまま出していって隊列を伸ばしたかったんだけど、キャラが結構強く感じるかもしれないけどまあその辺は割愛。イノバルカンとチンアナゴ兄弟にスペースマンボルグ。お察しの通り漂流機でイノシシを妨害します。ここまで進んだらムート以外を出し続けます。地蔵を持ってたら勝ち組です。やっぱ最高のヒーローだよ。カメラマンで代用してるけどここまで来ると物足りないよね。攻略はできるけど、イノバルカンは合計3体出るけど、まあこの編成なら問題はないよね。チンアナゴ兄弟を倒したかったけど、白付近で攻略することにしたのでマンボルグも倒さないで攻略するかもしれません。ボスと思われるエリートエイリワンは倒しちゃったと思います。いやーどのエリートエイリワンも同じようにしか見えないので、まとめて倒しちゃうとどれがそうなのかさっぱりわからないんだよ。ここまで来れるみんなはキャラもそれなりに育ってると思うけど、順番に攻略してきた人は問題ないと思います。さて、本当ならもっと派手に攻略してもいいんじゃないかと思いましたが、ここに来る時点で持ってないキャラはこの中にはいないと思うので編成はこれにしました。難しいと攻略を止めるのなんてもったいないので、できないなら準備して挑戦してみてください。ここのビップ版の報酬は宇宙編の中では最高のものがもらえます。今までの報酬がいい加減だったんだけどね。さて、敵との接点が手薄になっても大丈夫。引っ付けてから攻略も考えたんだけど、こちらが弱いという前提なので敵の白付近で戦うことにしました。多少のレベル差があっても再生産速度は同じ。敵の出撃頻度と有限枠での数も同じ。はい、イノアルカン撃破。値って天才ね。チンアナゴ兄弟はうまく使えば前線にキャラを運んでくれる便利な敵キャラ。自分の近くにワークさせてどうするんだろうね。全体を見ればこのままムートなしでもいけるんだけど、さすがに時間がかかるのは面倒なので、頃合いを見計らって出しましょう。わかりにくいかもしれませんがこの時点で城に攻撃が入ってるので、時間が余ってる勇敢マダムはそれでもいいかもしれません。でもせっかく5枠も使えるのですから、使える手は使っていきましょう。タイミングはマンボルグの攻撃の後、出しちゃうとすぐに決まってしまうけど邪魔なマンボルグとチンアナゴ兄弟は城の後ろ、倒すことはできないからさっさと終わらせちゃいます。本当にアンドロメダって難しいですか？それとも値が天才なだけ？はい、攻略完了だよ。さすがに持ってないという人はいないと思うけど、ここまで来れるなら持ってること前提にします。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。私を含めた大抵の攻略者はリリース当日に攻略してるので、過度に難しいとは思えないです。